ラムシュタイン航空小墜落事故は、1988年8月28日に、ドイツ連邦共和国ラインラントプファルツ州、カイザースラウテルン軍カイザースラウテルン近郊の、在欧アメリカ空軍、ラムシュタイン空軍基地において開催されていた、フラクティック88の最中、イタリア空軍、フレッチトリコローリのアエルマッキメガバイトマイナス339パン3機が、極芸飛行中に、 空中衝突し墜落した航空事故である。事故発生時、地上には約30万人の観客がいたが、空中衝突した機体がこの群衆の中に墜落し、パイロット3人を含む70人が死亡、346人の観客が爆発や火災による重傷を負いそうのた多,多数の観客が軽傷を負う第三次となった。この事故は2002年に、 リビウ航空省墜落事故が起こるまで、世界最悪の航空省墜落事故であった。また、ドイツ国内で発生した航空事故としては1972年ケイニヒス、ブスターハウゼン墜落事故、ユーバーリンゲン空中衝突事故に次いで3番目に死者数の多い事故である。事故機は、イタリア空軍の極義飛行隊、フレッチェトリコローリに所属する。 マエルマッキメガバイトマイナス339パンである。事故当日はメガバイトマイナス339が11機、現地入りしており、うち10機がショーのラストにピアスハートのフォーメーションを組んで、飛行していた。このフォーメーションでは、航空機が2グループに分かれ、滑走路に沿って観客の前に大きなハート型を作る。ハート型が完成すると2つのグループは滑走路と、 平行に通過し、最後に一機の航空機が、ハートの中心を観客の方へ向かって貫く。フレッチトリコローリの航空機の飛行経路事故当日、ピアスハートは順調に完成へ向かっていた。しかし、ハートが完成しにグループの航空機がすれ違ったところに中央を貫いた航空機が衝突した。中央を貫いた航空機は滑走路に墜落。 衝突の衝撃で分解した胴体と航空燃料の火の玉が観客席に直撃した。ハートを形成した航空機のうち1機は緊急医療用のヘリコプター UH-60 ブラックホークに直撃し UH-60 に搭乗していたキムストレーダーが負傷した。そのストレーダーは20日後の1988年9月17日土曜日。 テキサス州のブルック陸軍医療センターで治療の斐なく死亡した。また、この航空機のパイロットは、射出座席によって脱出したがパラシュートが開く前に滑走路に衝突し死亡した。最後の一機は衝突で完全に分解され、滑走路沿いに残骸が散乱した。事故に巻き込まれなかった残りの機は再編成され、全馬伏空軍基地へ着陸した。この災害により、 ドイツ民間当局及びアメリカ軍当局による大規模な医療緊急事態の処理に重大な欠点があることが明らかになった。アメリカ軍関係者はすぐにドイツの救急車を基地に入れることを許可せず、救助活動は効率と調整の欠如によって妨げられた。カイザースラウテルンの救助調整センターは、 ドイツの救急車や救急ヘリが現場に到着しても現場の状況を把握できておらず、アメリカの救急車や救急ヘリは、火けの犠牲者を避難させるための最速かつ最大の手段を提供したがそれらを治療するための十分な能力を欠いていた。また、アメリカ軍とドイツで点滴のカテーテルの標準用法が異なっていたことも現場の混乱に拍車をかけた。 すぐ近くのサウスサイドベースチャペルに危機カウンセリングセンターが設置され週を通して開いていた。基本的な精神保健専門家は次の週に集団カウンセリングと個別カウンセリングを提供し、彼らは事故の2ヶ月後と6ヶ月後に回復を測定するために対応労働者を調査した。以下の表における時間は全て中央ヨーロッパ夏、時間である。 航空省施設の地図と事故の詳細被害者の名前が記された航空省災害記念碑。ありがとうございます。